が、同期で県議となった、小林先生の、また副議長に就任された小林先生の、新春の集いの会合、誠におめでとうございます。いつもながらこんなたくさんの方々のお集まりで本当に先生羨ましいです。同期で大変お世話になった先生で、素晴らしい能力をお持ちの、小林先生、副議長の次には何におなりなんでしょうか。実はですね、私、県議で北海道に先生と行かれた時、一緒に、行った時がありますが、もうずいぶん前ですね。その時に私、北海道そんな寒くないと思ってですね、普通の靴を履いていったんですよ。そしたら優しい、すぐにブーツを買ってくれましたよ。今だから話す、本当にありがとうございます。高い買い物させてしまってました。本当に女性にも優しい先生で、今は県議の中で多分後輩の皆さんを優しくお育てになっているんじゃないかと思います。まだまだ馬力があってですね、いろんなさまざまなことに取り組まれている先生ですから、もちろん医師会のこと、歯科医師会のことはもうご存知のことですが、その他のことでも何でもできますので、どうか副議長というですね立場も皆さん十分お使いいただいてですね、鹿沼のために、もっともっと使っていただけたらと思います。実はですね、私自民党の女性局長にさせていただきまして、昨日から今日の午前中まで山梨の方に行かせていただきましてね、先生風強かったんです。すっかり花粉症になって帰ってきました。皆様方どうぞ今年はですね、大変忙しい、自民党として忙しい一年になると思います。そしてこの県をですねしっかりと支えてくださる、その真ん中にいるのが小林先生ですので、どうかこれからもお支えいただきたいなと思います。また参議院の先輩の片山先生も今皆さんのテーブルを回ってらっしゃいますが、女性パワーも全開ですのでですね、どうかこれからもよろしくお願いいたします。本日は遅くなって申し訳ございません。皆様方の今後の、ご健康とご活躍を心からお祈りさせていただきまして、ご挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございます。本当にすいませんでした。上野先生はですね、今自民党